さん、こんにちは。ブラジルから来た国際交流員のジュリアです。今回の世界の遊びを体験しようでは、ベトナムの遊びを紹介したいと思います。皆さんはベトナムがどこにあるか知っていますか？ベトナムは東南アジアにある国です。日本からそれほど遠くないですね。そしてベトナムはアルファベットの S の形をしています。覚えやすい形なので、今度皆さんが世界地図を見た時はベトナムがどこにあるかすぐわかりますね。ではベトナムに住んでいる子どもたちはどんな遊びをしているのでしょうか。早速見てみましょう。今日は遊びを教えてくれるゲストと一緒に遊んでくれる友達を呼んでいます。ではまず2人から自己紹介をお願いします。はい、皆さんはじめまして、ミエン・クアン・ブーと申します。ベトナム出身です。よろしくお願いします。皆さんこんにちは、小川と申します。日本人です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。ではメイさん、今日はどんな遊びを教えてくれますか？皆さんにオーアンクアンという遊びを紹介したいと思います。オーアンクアン、はい、ベトナムの伝統的な遊びです。この遊びは石さえあればどんな場所でもできるので、ベトナムの子供、特に田舎の子供にはとても人気があります。私も子供の頃よく遊んでいました。そうですか。はい、ではまずその遊びに用意するものを見てみましょう。クアンで遊ぶために必要なものは大きな段ボール1枚。段ボールがなかったら大きな紙でもいいです。物差し、ペン、小さい石50個と大きい石2個も必要です。まずはじめに物差しやペンを使って段ボールの上に大きな長方形を描きます。私の場合、縦30センチ、横75センチの長方形を描きましたが、大きさは自由です。次に、長方形の真ん中に横線を引いて2列に分けます。それぞれの列を5つに分けるように縦線を引きます。そして、長方形の両側に半円形を描きます。これでオーアンクアンのボードができました。小さな部屋は民の部屋といって、大きな部屋は官の部屋と呼ばれています。最後に民の部屋に小さい石を5個ずつ置きましょう。小さい石は1個1点です。そして官の部屋に大きな石を1個ずつ置きましょう。大きな石は1個10点です。これで遊びの準備が終わりです。この遊びは2人、また2つのチームに分かれて遊びます。そしてここはユリアさんの民の部屋のエリア、ここは小川さんの民の部屋のエリアとなります。遊び方はそれぞれ自分のエリアにある石を動かしながら石を取っていき、最後にたくさん石を持っていった方が勝ちとなります。石をどうやって動かしますか？まずはじゃんけんで順番決めましょう。はい、じゃんけん、やった、はい、ではユリアさん、自分のミニ部屋から一つ選んで、その部屋にある石を全部取ってください、はい、そして右回りに行くか左回りに行くかを選んでください。右回りに行きます。はい、そして選んだ方向に向けて各部屋に石を1個ずつ配ってください。手元にある石を配り終わった後、次の部屋に石があったらまた手に取って
もう一回、配ります。最後の石を配り終わって、次の部屋が空いてたら、その部屋を叩きます。叩きますか？そうそうそう。そしてまた隣部屋に石があったら、その石を全部もらえ、それは自分の得点になります。はい、これでユリアさんの番は終了です。次は小川さんです。部屋一つ選んでください。そして行く方向も選んでください。はい、じゃあ1枚。各部屋に1個ずつ配ってください。で、最後の石を配り終わって、隣の部屋が2つ以上だったら、自分の番は終了で、相手の番になります。この場合ですね、最後の石を配り終わって、隣の部屋は間の部屋だったら、自分の番も終了で相手の番になります。はいったんですね、はい、次はユリアさんです。すぐ分かりますね。はい、おいっぱい取ったんですね。はい、この場合ですね、次の部屋は空いてたら、そのこの隣の部屋も得点になります。あ、空いて取ってください。どれを選んだ方がいいか。あ、これはダメや。これにします。これにして、はい、この場合ストップですね。はい、次はユリアさんです。この場合は2つ空いてたら自分の番ストップです。お、いいですね。はい、次は小川さんです。あ、もう一回考えて。あれ？これ取ってここに置くか。あの場合ですね、現連続あの得点ですね。得点した部屋の隣部屋が空いてたら、その次の部屋も得点になります。またここも得点できます。終わりですね。2つの間の部屋が空いてたら遊びは終了です。その時2人は自分のエリアに残っている石をもらって、手持ちの石として計算します。
皆さん何点取ったんですか？34点です。34点ですね。あ、小川さんは何点取ったんですか？はい、36点です。あ、ギリギリ。というのは小川さん勝ったんですね。はい。と、はい、いうことです。はい。もし自分の番に自分の枝に石がなかったら、手持ちの石から民の部屋に一個ずつ戻します。手持ちの石がなかったら、相手から石を借りますが、この場合は借りた石をゲームの終わりに返します。ああ、面白い遊びですね。最初はルールが難しいと思っていましたが、遊んでいくうちにだんだん慣れてて、すごく楽しくなりました。そうですね。たくさん石をもらうためには、よく計算をする必要があるので、計算のトレーニングになると思います。また準備をするものが少ないのもいいです。そうで、今回のダムルのボードを使いましたが、ベトナムではボードをなくても地面にボードを描いたりして遊びます。友達2人で楽しい時間が過ごせますね。先ほど言いましたが、この大学版は3人、また4人でも遊びます。そうですね。その時はボードの形を少し変えますが、ルールは同じです。自身ももっと必要になるけどね。面白そうですね。またやってみたいと思います。メイさん、この遊びを教えてくれてどうもありがとうございます。ありがとうございます。彦根の皆さんもこの遊びを楽しんでくれたら嬉しいです。そうですね。皆さん、ぜひお家でボードを作って、この大ワンコワンで遊んでみてください。そして、次の世界の遊びも楽しみにしてください。メイさん、またねはベトナム語で何と言いますか？あ、またですね。ヘンガプライと言います。ヘンガプライ。じゃあ、みんなでヘンガプライと言いましょう。皆さん、ヘンガプライ。